6時10分、結構ギリギリか。よいしょ。そうか。いっぱい。うん。結構乗ってんな。まぶしい。まぶしい。いやー、もうすっかりおはようございますな感じですね。さあ、ということでね、毎晩行きの普通列車に乗ってやってきましたわ。関ヶ原。そう、甲子ね、市町村合併してないんで、未だに関ヶ原町ですもんね。岐阜県不破郡関ヶ原町ってことで。やってきましたね。時刻は7時ですよ。なんやかんやと、5時前から乗ったら丸2時間ぐらいね、電車に乗ってましたけど。いやー、そう、あのね、案外ね、あの、例の始発列車、関西線の方からね、何もね、説明ができてなかったんで、乗り換えに、手一杯で、なったんですけど、あの時間のやつでもね、結構お客さん乗ってましたね。その、朝の、ね、あの時間やったんで、どうなんかなと思ってましたけど、神山からもちょうど思ったようには乗ってましたね。6、7人乗っとって、で、ね、4両編成でね、あの時間に4両編成で、しかもワンマン運転じゃなくてね、ちゃんと車掌さんも乗ってる、フル運転でね、なっておったんで、そんなんやなぁと思ってたんですけど、実際ね、そっちの方からね、もうすでに乗ってるお客さんも結構、四日市とかから乗ってくるお客さんもね、いましたし、で、もう、愛知県に入ったらすごい混んでました。もう立ち役も寝ておったんでね、カメラの映像ちょっと使えるかどうかね、わかりませんけどね。まぁ、ちょっとモザイク入れないようにして使っていこうかなって感じですけどね。うん。っていう感じでね、ほんと、おった上に、乗り換えがね、3分ぐらい、3、4分ぐらいしかなかったんでね、ちょっともうカメラを回す、余裕もなく、思ったより駅も人がいっぱいだったんでね、一瞬、まあ一応カメラ持っとったら持っとったんで、一瞬だけ、静止画でも出しとこうかなってところですけどね。ちなみに、この関ヶ原、ね、で、今ね、乗ってきた列車ももう立ち乗りだったんでね、直線に乗ったんで、そう、前原方面までね、来るやつはね、少ないんで、岐阜まで行くやつはね、いくらでもあるんでね、いいんですけど、前原ってなるとちょっと急にね、数が減っちゃうんで、はぁ、っていうところだったんですけどね、ここね、面白いのが、ちなみに関ヶ原ね、多分地名的には非常に有名なところですよね。天下分け目の合戦って言ってね、まさにその関ヶ原のところですよね。東西ね、東軍西軍ね、分かれて戦ってね、戦国時代の終盤ですよね。1600年かね、ですからね。うん、間違ってたらどうしよう。まあ、どっかに塩があると思うんでね、それ見たらいいんですけどね。まあ、こんな感じで、東軍のね、武将、西軍の武将、ズバーって載ってますけど。そう、まあ、関ヶ原はね、このネーミングブランドがね、非常にあるっていうのもあってね、なかなか合併もせず、独立して、まあ、いわゆる関ヶ原の合戦場がね、ここから歩いていけるかな。前にカメラは回してますよね。あれ、回してたよね。何回も行ったことあるんですけどね、車でしか行ったことないですね。ちなみに、分け目、ね、天下分け目、東西のね、分け目みたいな感じになってますけど、実際に、もうこの先、次の駅のところに行くと、滋賀県になるんで、JR はね、まだ東海の管轄で、その先の、前原駅までね、東海の管轄になってますけど、どん兵衛とかね、いろんな物流的なものとかは、基本的には、ここのところで東西分かれ目になってるよってことが多いですね。なんかすごい音が聞こえる。
何の音やってんやろ。まあちょっと朝もやも出てる感じでしたけどね。でもう一つ面白いのが、ここなんかちょっと線路の構造が、ね、複雑になってますけど、これね、あれなんですよね。この、先のところね、ストーンとまっすぐつながってますけど、ね、ズトーンとなってますけど、これがね、まるで本線のようにスーッとありますけどね、これが確かね、短絡線というか、新線の方のなんですよね。で、なんか特急列車とか、貨物列車とかがこっちの方に迂回していくような感じになっておって、本線はこの両端のところが確か本線になってるような構造だったんじゃないか。ちょっとね、複雑なんで私もね、はっきりと覚えてないんですけどね。そう、そんな感じでちょっといろんな貨物用のそういった迂回路線、勾配差が激しいもんで、それをね、回復するためのループ線みたいなね、やつを作ってやったりとかっていうのも面白いところだったりするらしいんですけど、古戦場があるのあっちの方ですね。萌岸出てますね。徳川家の家紋と、石田家の家紋か、石田みたいなね、家紋がこう東西にね、東側に、ちゃんとあれですね、あの徳川の門になっとって、西側が石田家の門っていうんですね。あっちの方に合戦場の、原っぱがありますよということでございますね。にしてもこれ地味にこの駅舎とかこの辺りも結構味がありますね。淡々の駅としても結構見応えありそうですね。なんですけど、私はですね、こっそり足をくじいてますね。くじいちゃってんな。この辺りとかも結構古い。あと今日別に日が出たんだから、こんなにバッテリー持ってこなくてよかったな。天井にバッテリー積んであるんで重たい。さあ、ということでね、こっちで岐阜名古屋方面のお電話です。ちょっと一瞬出ましょうかね。せっかくね、あれですよ、この切符ですからね、フル活用していきましょうね。だけど今日はちょっと散歩企画とか難しいかもな。確かにね、結構痛い。よいしょ。お手洗いやって、あ、これはおすすめウォーキングコースなんてのもあるんですね。ちょっとね、この後また岐阜の奥の方来ますから、あんまりね、この駅行くにくいわけないんですけど、一応ね、予定としては今ね、これ前原の手前のこの、関原に来ましたけど、もう赤坂ちょっとね、予定はなさそう。で、一応この後美濃太田の方に寄ってみて、美濃太田寄ってみて多治見か、そうエリア的にはここまでで、で、あとがどこってなったっけ、かまどね、ここまでですね。そのトイカのエリア内だよってわけでもないんで、ちょっとね、外れたところも入ってくるんで、その辺だけ気をつけてね。あ、そうか、これ水上の奥なんだ、枝まではいけないんだね。だから、あの明智鉄道とかに乗ろうっていう時はちょっと気をつけた方がいいのか。かまどまでってことですね、ラスト。で、あとは、こっち側は どこだっけ、ガマゴーリの、あ、三河、あ、これ、宮って思うんや。ね、三河宮。こういうことね。まあ、竹富は前に来るし、いいかなって気もしてるけど。じゃあ、こっちの方回ってくような予定で。まあまあ、まだまだ一日長いですからね。よいしょ。
これでんのかな。おお、これだ。